い、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで世界のコースよし、ってことで、ん？クリボーの冒険、グンバズグレートアドベンチャー。何それ、クリボーってあれなん、英語でそういう風に言う。ディフィカルティ1、あ、いいやん、ミドル。必ずビッグになって帰ってくる。そう言って彼は旅に出た。小さなクリボーの山あり谷ありの大冒険。何それ、楽しそう。どういうこと？クリボーの冒険。どんな感じなんだろうか。一応ギミック系？びっくりした。普通に言っていいんかな？え？あ、そういうこと。そういうことね。なるほど。マリオの姿は見えないわけだ。ほい。あ、すごい。めっちゃ進んでいくやん。お、お、お。やば、マリオの姿全く見えんのや。あ、これで。ほうほう。それであとはクリボーがあれを普通にこれでいいんかな。 OK、 はい、進んでいく。なんか映ってないところでさ、クリボーに一体何が起きようかがめちゃくちゃ気になるんやけど。とりあえずこれでやっこに蓋ができた。あ、乗れるんや、へえ。へえ、そういう感じなんや、すげえ。さあ、これで、上に来たときに、あ、ちょっと待って。帰ってきて。帰ってきて。ちょ、待ってね。ちょい、めっちゃ難しいんですけど、なんか。はい。これで渡っていく。あー、タイミングが。座って。マジでタイミングがちょっと難しかった。はい。あー、ちょっと！あっちに戻っていってしまった。なかなか向こうに渡っていってくれない。違うな、もうちょい。は、あ、これで OK？ ふぅ、やっと渡っていってくれた。やっと行ってくれた。あ、中間あるよ、あっこに。へい。ここでやっとマリオがちょっと戻ってきた。そしてまた消えるのね。はい。もうゴールなんじゃない？違う？どうだろうか。あ、怖いんですけど、なんか。なんだか非常。あー、ごめんよ。ごめんよ、クリボーがお亡くなりに。ちゃんと進んでいく。はい。あ、よかった、超えれた。超えられたよ、ちゃんと。さあ、あとは何かしなくてはいけないような場所は。あ、でっかいキノコ来たよ。おー、クリボー巨大化。はい。ててて、ワンナップ。あ、これで。なるほど。最後はマリオがゴールなんやね。クリボーは冒険を終えたの？どこかへさらに旅立っていったの？コースクリアー。いいね。ああいう見えない場所とかのね、なんかいろんな仕組みみたいな、すごいな。すごいな。ストレス発散ランド。で、デストレスランド？で？ディ？学校、会社、恋愛、様々なストレスを持つ者よ、集え。おう、カンパニー、スクール、オーケー、カモン、デストライ。違う、デストレス。ストレス発散ってことは、多分、スッといけるんじゃないかろう。え、違うかな？違うかな？一発ネタギミック。
ピードラン系ではな、痛い。痛い。はい、行きまーす。あ、めっちゃいいね。てっ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 て。猫の手。はい。これで鍵は？え？なに？か、あ、そういうことか。痛い。ちょ、待って、待って。これ。は。止めて。てい。痛い。ポリ。あっこに入れればいいってことよね。いくぜ。ゴゴ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 。めっちゃワンナップするやん。はい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 。オッケーオッケー。イェイ。は。今一瞬持った。今一瞬持ったよ。はい。あ、ちょっと待って、戻った。戻った。ハッピー。あー、ポリ。持たないと。はい、ゴー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 。ここまで流れてくれればいいんだけどな。ここでちょっと一旦リズムが来る。は。待って、持たせて。はい、オッケー。イェイ。おー、すげえ。あ、鍵ゲットした、今。全然見えてなかった。いやー、なに？何事？なんかわからんけど。なんかわからんけど、かぶってるし。うおー。ポン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 。いやー！いいね。待って、ここはあれだね。こうしとかないといけなかったのか。はい、行きます。ファイヤー。あ、そういう感じ。すべて猫の手が壊してくれているかのような。あ、通れないんですけど、これで行くしか。はいはい、中間行きます。ゴゴ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 。お、ストレスを今ぶっ壊してるところです。は、ちょ待って。はい、再びめっちゃ削れていく。お、扉。おっと、びっくり。おぉ、やったね。ハッピー。はい、コースクリアー。は、待って。いいねをしていない。いいね。いいねだけして出ていくやつ。クリアしたから大丈夫。へい、それじゃあ、バックトゥーゲームボーイ。スタンダードギミック系。あれ、ゲームボーイを表現しとるってこと？あれはね、白黒のやつはね、スーパーボールマリオのままゴール。あれ、スーパーボールマリオって言うんや。スーパーボールマリオっていうことを初めて知った。へぇ、なんかあれやと思っとった。なんて言うん？あー、危ねえ、速攻で。ファイヤーマリオの黒い版やと思っとった。スーパーボールマリオ。確かにスーパーボールや。あれ？びっくりした。はい。スーパーボールマリオのままゴール。ビヨン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 。おー、いいね。これで戻ればいいんかな。よいしょ。はい。お、びっくりした。はい、鍵。そして、すべては取れないんかい。え、Pスイッチに当たると思ったんですけど、当たらないんすかね。あれ、当たってないの？もうちょっと前から打ったらいいんかな？消えたわ。普通に消えたわ。これは順番に倒していくしかないんかな。それとももうちょい角度を変えて。
あ、押せた。押せたよ。これで出てきた？あ、違う。こっち待って。あ、出てきた、出てきた。はい、オッケー。さあ、ゴールはどこでしょう？よ。入れる？入れない。は、なぜ上向いて飛んでいくんだ？あ、なるほどね。入れないどころかって感じやん。パックン出てくる。よいしょー。ん？これは上になんかあるね。あ、乗れない。しまってー。はい。こう。いやー。あ、ふわふわ空間に。イエイ。で、この先、ふわ、あ、ちょっと待って、いけん。これって何回でもさ、要はスーパーボールマリオになればいいんかな？それとも途中でスーパーボールマリオじゃなくなったらもうダメなんかな？ちょっとよくわからないんだけれど。お、あのところにコインあった。マジで。は、ふわふわあ。なるほど。これで進んでいける。下へ。オッケー。ほら。あれめっちゃあるんよね。はい。で、上へ。またしても行く。あ、なるほどね。上からのコースで行ったら一番上にしがみつけると。イエーイ。コースクリアー。はい、いいね。どっちの方が早いんやろ、上と下で。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。やっぱりなんかこう見た目いいね。ネタ系はパッと見で面白いね。